の発表でしょう。引っ張れば引っ張る分上がる？上がる？上がってます？見てる人います？見てる人いますか？忘れてるでしょみんな。どうせ忘れてるんだ。どうせカホのことなんか忘れてるんだ。起きてください皆さん。ハードル上がりまくりですか？どうしようどうしよう。一応でも用意してますよ。その頑張って書いたの。頑張ってギリギリもう始まったの過ぎたやじゃん時間。ギリギリまで用意しとったら気づいたら過ぎとった時間。サイリウムは変更しません。変更しません。そろそろ。めっちゃ通知来る。こっちの携帯。わ、5000人突破です。もうそろそろ。ドゥルル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 。1万人行くまで引っ張ったら長くない？長くないかな。長いですよね。長いですよね。もうだってもう投げようって思ってる人いるでしょきっと。ということで発表しようと思います。どうやって言おう、どうやって言ったらいいですか。どう言ったらいいですか。日本語下手だから、日本語下手だからさ難しいけど、今日の発表はいいお知らせです。はい、私佐藤佳穂はですね、この度じゃん、ソロレギュラーラジオを持つことになりました。イエーイ、パチパチ。そうなんです。めったにないんですよ、そのソロレギュラーでラジオをさせていただけることになりました。びっくりだよね。びっくりしてます。私もありがとうございます。そしてですね、
こっち先の方がいいかな。どこの曲で、ここも大事ですよね、これも大事ですよね。なんと、え、どうなんだろう、なんとですね、じゃん、 FM 豊橋さんです、ヤシノミ FM さんでのラジオになります。はい、あのラジオの機械で聞いてくださる方は 84.3MHz で聞けます、聞くことができます。はい、そうなんですよ、地元の、地元っていうか豊橋出身なので、お仕事を、出身の土地でね、今は住んでないんですけど、そうやらせていただけてすごい嬉しいなって思います。行っちゃいました。あ、周波数の歯が間違ってる、あらやだ。続いて急いで書いたから、ちょっとこれにねめちゃめちゃ時間かけちゃった。続いてですね、ラジオのタイトルと日時、時間なんですけれども、タイトルがじゃん、里かほラボです。毎週木曜日の、ちょっと見にくくなっちゃったね、ちょっと頑張って書いたのに、夜の8時から9時の1時間です。1時間もだよ、ソロで。ね、こんな素敵な時間にやらせていただけてすごくありがたいですし、あの週の後半でね、なんかすごいいい日だし、しかも里かほラボっていう、ありがたいですね。これはちょっと画用紙に書いてないんですけれども、書けばよかった、書いてないんですけども、ちょっと見ますね。放送の、あの形、形態がですね、生放送と収録放送になります。生放送は多分月に1回1、2回になるかなって、まだ詳しくは決まってないんですけれども、生放送が1回あります。公開生放送なので、その豊橋のココラスタジオ、ココラフロントっていう場所の中にありますスターバックスの横、わからない人ばっかりだと思うんですけど、豊橋駅っていう素敵な駅が建っていましてね、豊橋市には。そう、そこにはもう本当にトトロもあるし、タリズもあるし、スターバックスもあるし、あ、言っていいのかな、めちゃめちゃね、便利な駅があるんですよ。そこの近くにココラフラントっていう、そう、ココラアベニューっていう建物の近くにココラフラント、ココラフロントっていう建物があって、その中にありますココラスタジオっていうところで、生放送、生収録、公開生収録をさせていただけるので、結構遅い時間帯になってしまうんですけれども、その毎週木曜日のどこかのタイミングで生放送があるので、それは逐一報告していきます。はい、あとは、あ、これも書けばよかった、放送のスタートの日にちなんですけど、書きますね。
よし、大丈夫ですよ。よし、出た。第1回の放送日はなんとなんと あ、テロップ変える？あ、編集ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっとタッチ音を我慢してね。よし、なんと初回の放送日がもう決まってまして、その初回の放送日は生収録、生放送になるので、ぜひ皆さんにも来ていただいても大丈夫なんですけれども、その初回の放送がじゃん、3月5日からです。もう2週間もしたら始まります。めっちゃすぐ、わーお2週間後だったです。めっちゃすぐです。この日は生放送になるので、あのココラフロントに遊びに来ていただいてもう構わないです。構わないですっていうか、暇でね、あの来れる距離だよっていう方、来てみたいよっていう方、そこ の、 あの生収録の日はそこからでも何かを伝えてくださればラジオ中に触れることができますので、はい、あのぜひ皆さん豊橋の地に足を運んでみてはいかがでしょうか。でもファッションフォーユーとね時期が被っているので、あの強制はしないんですけれども、はい。そしてですね、皆さん気になっている、皆さん気になっていると思う、あの問題が1点ありますよね。どうやって聞けるのか、ラジコで聞けるのか、僕たちのラジコでは聞けるのか、関東民端っこの土地の人たちは聞けるのか、不安に思ってる皆さん、じゃん、聞けます。ヤシナミ FM のアプリからだとどこにいても聞くことができます。ですが、あのどこにいても聞けるのはあのリアルタイム、オンタイムなので、ちょうど私が放送、私の声が放送されてる8時、木曜日の夜8時から9時の間しか聞くことができないので、その遠くに住んでる皆さん、近くに住んでる皆さんも、あのぜひあのヤシの実 FM のアプリを入れていただいて、そこから聞いてくださると嬉しいです。ですね、このヤシの実 FM のアプリは多分まだその親近感がない方が多いと思うんですけれども、なんと無料になりますので、こちらのアプリ、あの iPhone の方はあの A って書いてあるやつあるじゃないですか、 APP ストアみたいなところから、 Apple ストアっていうのかな、で Android とかの方は Google Play、 わかんない、それぞれあの多分アプリを検索するところがあると思うんですけれども、そこから FM プラプラと入れていただいて、そこであの進めていくと、あのですね、 TEES ヤシの実 FM っていう、出てくるんですよ。ごめんね、多分探してたら真ん中辺に出てくるので、出てきたので、なんだったっけな、東海、東海中部だっけ、
そういうあの分類され愛知県の分類のところにその FM 豊橋さんがいらっしゃるので、この黄色いやつ、黄色いアイコンがあるので、その TES ヤシの実 FM をお気に入りしてくだされば、すぐにね、あのアプリを開いてパッて聞くことができるので、そう、ぜひ聞いてください。そしてやっぱりね、ラジオといったらメッセージ、メッセージ送りたいですよね皆さん送りたいですよね。私が去年ね、あの 1+1 は1じゃないよやらせていただいた時にも、本当にそのね、30分の放送だったんですけれども、100通以上のメッセージを届けてくださって、皆さんが本当にたくさんあって読み切れなかったので、読まれたい、送りたいって方たくさんいると思うんですけれども、送る方法がこちらです。じゃん。メッセージの送り方3種類あるんですけれども、1個目がその lab@843fm.co.jp に送っていただく、こちらはさとかほラボっていうラジオのタイトルなんですけれども、ラボの後ろにアットマークヤシの実、ヤシの実 fm.co.jp をつけてくださると、あの届くので、こちら